茨城県を自由気ままに自分のペースで探検していく茨城だらだら探検隊、隊長の龍でございます。いいね、チャンネル登録よろしくです。はい、今日なんですけども大好きなとんかつとんきゅうつくば本店さんに来ております。夏のおすすめとんてきというね、おすすめされていましたのでこちらをね食べていきたいと思います。なんと1980円、税込みで2178円とですね、2000円超えですよ。はい、2000円超えのね定食を食べるなんてことはね年に1回あるかないかでございますのでね、今日はねリッチな気分で食べていきたいと思います。味噌汁はねこのもずくとみょうがのお味噌汁を選択しました。もずくとねみょうが大好きなんですよね。ということで来ました、早速来ました。ジュワーッとね、もうみんな見てくれ、2000円以上の定食を頼んだ隊長がここにいますよ。隊長さんですよ、隊長さんだぞ、隊長さんだぞじゃなくてね、もう隊長さんだぞということでアピールしていきたいと思います。ジュワーッとね、でなぜかねもう隊長緊張しましてですね、味噌汁の蓋を開けて閉めるというね謎の行動をしてますけども、はい、一応味噌汁をね紹介したような形になってます。そしてあとおしんこです。おしんこ3種類、ここのねおしんこ本当何食べても美味しいです。ということでトンテキ行きましょう。まだねジュワーがね少し残ってますけども、はいはい、現地の隊長もねなんか喋ってます。はい、なんか柔らかいです、持った感じ柔らかいですねなんて言ってますけどもね。はい、一口目ガブリどうでしょう。うん、うん、あ、うまっうまって言ってますね。柔らかい、柔らかいと、あんまりね声張らないですね。はい、やっぱりね2000円以上の定食を頼んだ男ですからね、はい、それなりのね感じを出してますね。はい、いやそういうわけじゃないですね、本当はね満席とんて、トンキューさんね満席だったんであんまり声上げられ出せれないですね。はい、恥ずかしいですからねここでうまっうまっとか言ってたらね恥ずかしいですよ。はい、ご飯いっちゃいましょう。はい、定食ですからねご飯もいかないですね。今日は銀シャリですっていうかね、ご飯はね僕ねいつもなんかねこの季節のご飯なんてあるんですけども、僕やっぱり銀シャリが好きなんで銀シャリをいつも頼んでます。で楽しみにしてたもずくとみょうがの味噌汁です。うーんって言ってますね。味噌汁美味しい。あ、味噌汁美味しい出ました。はい、もずくとねみょうがの味噌汁って自分で作ったことないので今度ね作ってみようかなと思ってます。だからもずくの味噌汁を作っておいてこう食べる前にねみょうがをこう切って散らす感じでしょうかね。はい、はい、プルプルですって言ってますね。はい、本当に本当にねプルプルでねめちゃくちゃ柔らかい肉でした。はい、とんかつもねすごく柔らかいんですけども、まあトンテキでもねすごく柔らかいトンテキでした。トンテキっていうと大体こうなんて言うんでしょうね、自分で作る場合はこうニンニクの味を効かせたソースを絡めるんですけども、まあこのねあの生姜ソースめちゃくちゃ美味しかったです。はい、全部美味しい出ました。ということでねこう箸でねパッとやってもすぐねこう切れてしまうような感じでした。でさらにこのタレをね追いだれと言いますかさらにつけて食べてみました。一口だからこれがねめちゃくちゃうまかったですね。はい、なんで残りはね全部つけながら食べました。であとはですねアシスタントと一切れずつねトレードしましてですね、ここでとんかつヒレカツですね食べてみました。これもねめちゃくちゃうまかったです。うん、やっぱりとんかつかななんて思っちゃったぐらいでしたね。はい、ということでごちそうさまでした。また行きます。それではまたお会いしましょう。隊長の龍がお送りしました。